緒に採取に行ってくれない？ん？どうしたの？急に。調合で使う素材が足りなくなっちゃったんだ。取りに行きたいんだけど、一人じゃ心細くて。ああ、そういうこと。もちろんいいわよ。ソフィーにはホルストさんの件でお世話になったしね。やったー！モニカ、ありがとう。え、ところでソフィー、身支度はちゃんと整えた？おやつはちゃんと持ったよ。そうじゃなくて、薬とかいろいろあるでしょ。仮にも魔物が出る場所に行くんだから、ちゃんと準備しないとダメよ。頑張れよ。モニカじゃないか。これからお出かけかい？あ、マルグリットさん。はい、これからソフィーの採取を手伝いに。ね、ソフィー。うちの野菜に夢中みたいだね。ソフィー？え？あ、うん、そうそう、これから採取に行くところなんです。
うかいそうかい。気をつけて行ってくるんだよ。はい、お気遣いありがとうございます。そういや、うちのバカ息子はどこをほっつき歩いてるのかね。もし見かけたら、私が探してたって言っておいておくれよ。わかりました。見かけたら言っておきますね。それではマルグリットさん、失礼いたします。ああ、それじゃあね。やあ、こんにちは。さて、どこに行こう。外に出るのすごい久しぶりな気がするよ。ソフィー、気をつけなきゃダメよ。いつ魔物が出てもおかしくないんだから。わかってるって、あれ、誰かいる？あれ、ソフィーとモニカじゃないか。こんなところでどうしたんだ？ちょっと錬金術の素材を集めにね。オスカーは？オイラは植物の観察に来たのさ。ここの植物はなかなか面白い話を聞かせてくれるよ。オスカー、あなたまた植物と話をしてたとか言い出すんじゃないでしょうね。その通りだけど、何かおかしいかい？逆にオイラにとっては話ができない方が不思議だよ。ま、オスカーは昔からこんな調子だものね。今さらどうこう言うつもりはないわ。なんかトゲのある言い方だな。あ、そうだ、マルグリットさんがオスカーのこと探してたよ。配達の仕事忘れてた。このままじゃ母ちゃんに叱られる。自業自得ね。諦めなさい、ホスカー。
なんだ今の音。オスカ、戦えるわね。ちょっと待ってくれよ。まだ心の準備が。来るわよ。よし、パパッとやっつけようぜ。ドーン。やっ、余裕の勝利ね。ないみたいね。ああ、なんとかね。でも急に襲ってくるなんて聞いてないよ。
すか、私たちと一緒に行かない？今みたいにまた魔物が出た時、一人じゃ危ないよ。そうみたいだ。じゃあオイラも一緒に行くよ。痛い目に遭うのはごめんだからね。よし、そうと決まったらパパッと採取済ませちゃおう。あ、オスカーも手伝ってね。え、いや、そこまでするとは言ってないよ。ここであったこと、マルグリットさんに黙っといてあげるからね。うん、分かったよ。ソフィー、もう少し調べていく？やめとこうぜ。オイラもうクタクタだよ。それにあんまり長居するとヤバい魔物が出てくるかもしれないぜ。だけどちょっとだけ休ませてくれ。
帰りなさい。遅かったですね。本が浮いてる。それに喋ってる。まさか植物だけじゃなく本の声まで聞こえるようになるなんて。いや、オスカー、今回は私にも聞こえているわ。ソフィー、あなただけでなく、あなたの友人も想像しいのですね。プラフタを見たら普通誰でも驚くと思うけど。図鑑に物を書き込んでしばらくしたら本が喋り出したね。夢みたいな話だな。まさかあの図鑑がこんなすごい本だったなんて。私も最初は驚いたよ。だって本が飛んで喋るんだもん。別におかしいことではないと思いますが。いや、おかしいよ。それで、プラフターさん？プラフタで結構です。あ、じゃあプラフタ、プラフタは一体何者なの？あ、モニカ、それ私も聞いたんだけど、プラフタ記憶がないみたいなんだ。はい、覚えているのは名前と少しばかりの錬金術の知識のみです。そうなんだよね。プラフトの記憶、なんとかして取り戻してあげられないかな。記憶ね、なんかきっかけみたいなものがあれば戻るんじゃないの？きっかけか。あ、ソフィー、私思いついたわ。プラフタが喋るようになったきっかけってソフィーが図鑑に書き込んだことよね。うん、多分そのはずだよ。だったら図鑑にレシピを書き込んでいけばプラフタの記憶も蘇るんじゃないかしら。おお、なるほど。さすがモニカ、冴えてるな。ねえ、プラフタはどう思う？ありえない話ではないと思います。やってみる価値はあるかと。
よし、そうと決まったら錬金術の勉強をたくさんしてどんどんプラフタに書き込んでいかなきゃ。そうね、これも何かの縁だし、何か協力できることがあったら言ってね。ああ、オイラも手伝えることは手伝うよ。みんなありがとう。もうこんな時間だ。母ちゃんに叱られちまうからおいら帰るよ。じゃあ私も失礼するわ。ソフィー、プラフタ、またね。していますよ、ソフィー。